ちゃ。めちゃ。もういっぱい聞きたいこと。豊さんには私結構話してますけど、ね。いやあのさ、はい、まあ野球に携わって、はい、携わるまではどこのファンだった？全くないですね。全くない。全くないです。もうフラットな状態。フラットですね。あ、野球やってるんだみたいな。じゃあさ、まあ携わったり、はい、ファンになったチームってある？全球団ですね。どこも。まとめんなお前。いや、まんべんなく好きです。本当にこのチームは。まあ、本当タレントになっちゃったよ。いやでもなんかあの違うんですよね。敵を作らない。なんかもちろんそのスタジアム行って、まあ、関東近郊のスタジアム行くのは多いんですよ。もちろん神宮が一番多いですし、まあ、足伸ばしてハマスタ行ったり、ゾゾマリ行ったりですね。それも関東だよ、ね。関東行きやすい。足伸ばすって言ったら、まあ、中日とか仙台とかっていうのが足伸ばすって言ったら、関東近辺で足伸ばす。いやでも足伸ばしますよ、ここは。そう。はい、神宮すぐ行けるじゃないですか。まあな。はい。なのでなんかそれぞれの球団の良さが出てるんですよ。おスタジアムによって。じゃあさ、巨人の良さって何？ジャイアンツの良さはですね、叙々苑弁当が売ってるってところです。なんかいいね。いいんですよ。まあ女子的でいいよな。はい。それは。そうなの。私やっぱりドーム行ったら叙々苑弁当にビールって決まってるんで、そこがいいですね。ビール。はい。芋ロックじゃん。じゃなくて、もうそれいつも言いますけど、私芋ロックそんな飲まないですからね普段。お前うちの店で芋ロックをどれだけ飲んだかお前見せてやりたかったら忘れてんだろ。それ私記憶ないですもん。な、記憶なかったらあんな周りに絡まないわらしいです。まあそういう過去の話もありましたけど、あるけど、ね、そう、東京ドームはそういう、まあそこもいいですし、まあ、楽しみがある。あとはなんかお金かかってるなっていう映像を作ってくれてるんですよ。 あの試合が始まる前の盛り上げ映像みたいなのがすっごい綺麗なんですよ。そこが、そこを見てほしい。試合前、ちょっと始まる前に行ってその映像を見て、あー、ジャイアンツだなっていうところを確認してほしいです。チームとしては魅力がある。チームとしては、まあ、今年は強いですよね。やっぱり原監督に代わって、まあ、原監督のこれも見れますし、今やってないでしょ。やってないです。そうなの。見れる機会はないですけど、けどなんだろう、中継とか見ててもなんか喜怒哀楽っていうのが顔に結構出る、うん、出てるので、そういうのを見て、あ、なんかジャイ、本当にジャイアンツだなって実感ができる。あ、ジャイアンツの中継見てたんだっていうことを再確認できる瞬間です。まとめてる今。まとめてます。本当に、はい、ヤクルト。ヤクルトは、まあ、とにかく立地がいいじゃないですか。でもヤクルトは身近にあるもんな。そう、やっぱフジテレビに関係してる。あ、そうですね、うん、プロ野球ニュースなんでやっぱり応援してますし、一番の魅力はつば九郎がいるってところ。まああの女子的な、まあ女子的だよね。つば九郎って可愛いんですよね。もう可愛いよね、はい、でなんか以前つば九郎が、私がちょっとあの囲まれた事件があったんですけど、昔、まあ1年前なんですけど、でその時につば九郎がネタで稲村亜美ちゃんが囲まれた場所ですみたいな感じのことを書いて、でそのなんかカバーしてくれたんですよ、つば九郎がギャグで。で私はもうそれすごい救われて、うわ嬉しいなみたいな、つば九郎にネタにしてもらえたって思ったので嬉しかったんですけど、な逆につば九郎がバッシング受けて、なんであんな事件を話題にするなみたいな。でも私としては別に被害も何も受けてないので、あれ、あれでも怖かったろ。いや怖くなかったんですよ。私は怖くなかった。なんか逆になんか、ってこんなこと起きるんだって驚きの方が大きくって、近くに来た子たちって本当に後ろに押されてきちゃっただけなんで、びっくりしちゃってるんですよ逆に。だからうわーみたいな、みんな落ち着いてねーって私は言って、なんかすごいお姉さんになってた。稲村亜美に興奮したのかなみんな。いやじゃないと思います。多分後ろの人たちが見えなくってジャンプしたりしてて、まあ、警備が少し甘かったって部分もあるんですけど、まあ、そういうのを差し置いて、私だから来たんじゃなくって、なんだろう、見たかっただけみたいな感じの時につば九郎がネタにしてくれて、なんでつば飲んだの。何も意味はないです。意味はない。ただ喋ってて、あ、そう。でそういうのがあって、だからつば九郎は好きですね。つば九郎は好き、はい、個人的に好き。チームは、チームヤクルトとしての、うん、あでもいい魅力的なチームですよね。あのバッターも打てますし、なんて言うんだろう、ヤクルト、そのまあアットホームな感じがするんだよな。そう、あとなんか夕方ぐらいに平日なんですけど、あ見に行きたいなって思ったらいい席が取れるんですよね。あの普通に勝手に入るんですけど、空いてるってことだ。なんかそこ巨人は買えないけど、なんかそういうだって巨人の方が家から近いじゃない。
まあ、家からは近いんですけど、都心で働くことの方が多いので、外苑前とか表参道とか、なので、フラッと行ける良さ、だ親しみやすさですよね、あと応援も結構知ってるので、ヤクルトは、うん、楽しい、なるほど、はい、横浜、横浜はあの球場がいい、のとあとファンサービスがすごくめちゃめちゃいいですよ、うん、横浜と楽天が結構分抜いてるかもしれない、あとロッテも。すごくいいね、浜田さんは。どういうところなんそれ、ちゃんと、観客を楽しませてくれる、イベントが豊富なんですよね、イニング間の、あれいる多分来てるお子さんとか家族連れはすごい嬉しいと思うんですよ、まあ例えばその思い出のところ、これ動画でも上げたんだけど、はい、チアガールいるっていう、ああでも華やかにするためにやっぱりチアガールのファンで見に来てる人も多いんじゃないですか、いる、少しはいると思う、少しっていうか、まあ、全然いると思うんですけど、華やかですよね、マスコットも頻繁に出てきますし、でそういうファンサービスを頑張ってるっていうイメージですね、ハムスターって言われる DNA は。まあ楽天もそうなんでしょ。そうですね、多いです。楽天はどういうところか。楽天はとにかく球場が綺麗ですね、まあ、いろいろと綺麗になったよね。そう、観覧車つけたりとか、まあ、今もタワーできたりとか。観覧車乗ったの？乗りました。どうだった？意外と高いです。意外、まあ観覧車だから意外と高いんですよ。で私高所恐怖症なんですごく怖かったです。意外と高い。そうなんだ。うん、でそれぞれの良さがあるな。だからファン作れないんですよ、その球場行ったらその球団応援しちゃうし。まあね、例えばさ、はい、じゃあいろんな球場行くでしょ、はい、そしたらいろんな楽しみがあるんだね、はい、街の、うん、どこが一番好き。街12球団全部ですか。それだと福岡か北海道になっちゃう。どっちが好き。どっちだろう、両方ご飯美味しいからな。そうなんだ。便利さで言うと福岡ですよね、うん、そうだな。やっぱり空港と新幹線も近いですし、うん、あとこうなんか繁華街に近いじゃないですか、うん、全部がまとまってるし、ね、そう、住むなら福岡、遊ぶなら北海道ですね。旅行でいい、北海道は。でもすごい楽しい、空港から遠い、それだけです。まあそりゃそうだな、うん、まあ博多から空港20分あったらもう街中通るからね、うん、だからそこがいいですよね。札幌は1時間かかるもんな、はい、どうしてもな。またね、好きですけどね、その2つは。あと私住めるなって思ったのは仙台です。まあ仙台で今隔週行ってるんですよ。仙台でなんで、スポーツ番組やってて、で隔週持ってんな、仕事持ってない、そんなにないんですけど、なんか仙台も結構ギュッてするじゃないですか、新幹線で1時間半で行けて、だから仙台も住めるなって思いました。将来、はい、野球選手と結婚したいとか思う？思わないですね、まずご縁もないですし、まあ、でも縁を持とうと思ったら持てるじゃん、環境的には。まあ、モテる方だとは思います。まあだから職種によって、はい、職種で選ぶわけじゃないと思うけど、うん、野球選手だから結婚したいとかじゃなくて、はい、野球選手がたまたま相手でもいいの、はい、あ全然いいです、関係なく。多分野球選手だから結婚するってことはないですね。うん、まあその人が良ければ結婚するという、はい、人柄で。どういう人がいい？最近思ったんですけど、まあ、ネイルとかを気にする人がいいの。なんか細かいところ気にしない人がいいですね。気にしない方がいいの？気にしないでほしいです。あなんかネイル変えたねとか髪切ったねとか一切言われたくないです。珍しいね。そう、一切。だから女子っぽくないんですよね。なんかそういうのに気づいてほしくない。なるほど、神経質じゃない方がいい。はい、まあ、例えばね、顔で言えば、うん、野球選手で言ったら、はい、こういう顔がタイプっていうのはある、はい、あ、います誰誰？西武の栗山さん。かっこいい。いや、めっちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいです。これはね、かっこいい。もう申し訳ないんですけど、誰に申し訳ないの？トップでございます。俺か。俺に申し訳ない。素晴らしくかっこいいんですけど、嘘つけろ。豊さんの全盛期かっこいいです。そうだ、はい。もう親世代ですからね、豊さん言っちゃいますけど、親よりも上ですから。そうだ。で、栗山さんかっこいい、ダントツ。まあ、顔だったら栗山みたいなね、はい、そしたらスタイル、スタイル、やっぱ顔とスタイルとまだちょっと違うよ。ああ、でも山川さんみたいなのでも全然。いや、ちょっと山川に失礼だな。いや、全然っていうのはだいぶ落としてるからね、お前。あの、結構、がたい人が好きなので。そう言えよ、さっきは。でも大丈夫ですっていう。あの、ちょっと
あの発言にマイナスな部分があるんですけど全部プラスに捉えてくれて、あ、もうあのぐらいの包容力が欲しいです。山川みたいな、はい、じゃあおかわりとかでも大丈夫？あ、もう全然いいです。素晴らしいです。でそれに栗山の顔がつけば完璧という、はいはい、でも私顔で選ばないんですよね。顔で選ばない？顔で選んだことないです。いやでもかっこいいっていうのは分かるわけで、栗山は抜群にかっこいいです。で好きになるからは別ですよ。かっこいいなだけで終わっちゃうかもしれないです。体型で選ぶ。体型でも選ぶ、まあ、性格は。性格。じゃあさ、まあ、例えば、うん、アメちゃんがこう12球団こう見てるわけじゃない、はい、想像でいいから、はい、あ、この人は神経質そうじゃない、あ、この人だったらそうかなっていう人は誰、はい、誰だろう。いやもう小さいことなんかくよくしねえだろみたいな。あ、気にしないタイプの、うん、誰だろうな。ちょっと本当に全然思い浮かばないんですよね今。あ、はい、ソフトバンクの松田さん。マッチな、はい、かもわかんないよ。かもわかんないけど。いやでも、はい、あの選手は、はい、1球目振るか振らないかはものすごく周到に用意をして打席に入るタイプな。マッチいいよな。いい。俺も大好きな選手。熱おって言った後のこの回るやつがいい、うん、あれだよ、はい、大好きなの。いいですよね。山川のドスコイとどっちが好き？松田さんですか？やだ、山川さんも大好きなの。いや、分かってる。大好きなんですけど、これももう真似しちゃうぐらい好きですよ。でもこれ、ちょっと今度、そうですね、メットライフドーム行って謝りに行ってきた。いや、謝る必要ないよ。でも、ポジティブな方に捉えて。でも山川もどっちかって言ったら神経質じゃなく、あ、はい、すごい明るくて全部支えるみたいな、うん、そんな感じだよね。喉が痛い。はい、ちょっと焦っちゃって。